今回はノーマル徳川家持ちをマッスル構築したら強かった回になるよ。士気6の自身を含まない号令で武力プラス6に加えて知力がプラス3増です。自身が武力があるからマッスルに特化しやすいよ。見切っているよ。引き際はわきまえ。少し下がって様子を見よう。進め。ここで死のうが本望ぞ。進め。天に見放されたか。進め。従うものか。家持ちのコストが安いから自身が範囲に積まないことも気になりにくく、知力上昇があるからフルコンを可能にした構築もしやすい。別の計略を軸にした場合も足を引っ張らないスペックと優秀すぎるカード。個人的な構築例としてはこんな感じかな。根性力アップで知力上昇の恩恵も大きくて、自害のカテゴリーも同じ伊藤貸太郎は相性いいね。まだ道を切り開くぞ。放て。参ります。進め。ゆがて。進め。処刑する。処刑する。進め。ゆがて。見切っているよ。徳川の誇りを見せつけよ。進め。流派発動。三の型。源氏の旗に集いし武者たちよ、我らの力を示す時は来た。目覚めよ天下の義士たちよ。前期外道武士という毒をいかに使いこなすかが腕の見せどころよ。流派発動。三の型。見切っているよ。殿、私がこの国を守らねば。槍が折れたか。従う者か。引き際はわきまえている。
うがて。父上、まだ戦えますぞ。使命を果たしてみせる。この槍がある限り道を切り開く。進め。ご奉公をいた。進め。三浦の加護を君たちにも授けよう。参ります。処刑する。徳川の誇りを見せつけよう。武士という毒をいかに使いこなすかが腕の見せどころよ。三河武士の意地と誇りを発揮する時ぞ。出ろ。ご奉公をいた。進め。流派発動。身の方、処刑する。処刑する。槍が折れたか。処刑する。引き際はわきまえている。天に見放されたか。放て。少し下がって様子を見。進め。今回は2試合やるよ。一の方、出ろ。ビビっちまった。守るんだよ。
ぜ。徳川の誇りを見せつけよ。ジ・エンド。見ろ、肩。捕らえ。進め。さらばだ。何冊だぜ。まずい。体がビビっちまった。やってしまった。大したもんだ。放て。放て。やっちまいな。徳川の誇りを見せつけよ。行ってこい。お前たちがこの国を守るんだよ。スライ流派発動。見ろ、肩。ジ・エンド。やってしまった。ビビっちまった。進め。大したもんだ。さらばだ。まずい。体が。パパパパシュしまった。でら。槍が折れたか。進め。でら。この槍がある限り。パパパパシュー。進めだぜ。従うものか。さあ行ってこい。お前たちがこの国を守るんだよ。三河武士の意地と誇りを発揮する時ぞ。やってしまった。まったくだぜ。ビビっちまった。放て。大したもんだ。ジ・エンド。全機解放。進め。道を切り開く。さらばだ。
槍が折れたか。私がこの国を守らねば。出ろ、やるな。まずい、体が。ご視聴ありがとうございました。